どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはジャーニー・オブ・エモーション。5つの感情をテーマとしたエリアを探索していくことになるワールドとなっています。ワールドに入ると真っ白な空間に出ます。目の前のキューブをユーズすることで演出がスタートします。しばらくすれば通路に行きますので、そのまま進むとワールドのプレイパネルとポータルがあります。ポータルに飛び込めばロビーのようなところに進み、5つの感情から始まるポータルが設置されています。順番はありませんので、お好きなのから入っていきましょう。このワールドは5つの感情をテーマとしたエリアで、収集物を集めながら探索することになります。それぞれ喜び、悲しみ、怒り、混沌、恐怖をイメージしているらしく、その感情に沿ったエリア構成がされています。エリア内ではそれぞれの色に応じた球体が5個ずつあります。探索しながら全てを集めていきましょう。エリアによっては視界不良な迷路の中だったり、ちょっと怖い巨人たちをかわしながら進んでいきます。一部は一見ホラーっぽいですが、 BGM がかっこいいので慣れるとそう感じなくなるでしょう。こんな感じで感情に沿ったエリアを探索していくことになるクエスト対応ワールドです。各エリアごとにジャンプが高かったり、やることが変わるなど、訪れる人を楽しませるギミックと背景がたくさんあります。昔のワールドとなっているので不具合などもありますが、それでも十分遊べるようになっています。プレイ時間は1時間から1時間半ほどとなってます。収集物をすべて集めきると最終エリアに行くことができます。そんな感じで感情の旅をするワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。